240万円。これは厚生労働省が調べた日本の大卒入社1年目の平均年収である。四半世紀続くデフレ、決して上がらない給与、30年以上低迷する日本の様は異常そのもの。アメリカの住宅都市開発省によれば、年収1000万を超えていても低所得。日本は給与が低い、そう言い続けて30年。このまま泣き寝入りを続けていて本当にいいのだろうか。500で1080万。そこで立ち上がった番組年収オークションでは、年収を上げたい志願者たちをオークション形式で社長たちが競り合う。一度にさまざまな業種の社長にアピールができ、なおかつ年収も上げられる。志願者と社長の利害が一致した合理的なマッチング。日本の未来を変える転職オークション番組。ルール説明。事前に面接を通過した志願者にそれぞれ好きな形で2分間の中で自身をアピールするプレゼンをしてもらう。プレゼンを終えると社長たちからの質問タイムへ、出し切れなかった志願者の良さを引き出す。そして最後にオークション形式で年収を提示し合う。そのうち提示年収の高かった上位3名の社長が志願者への交渉を行う。交渉後、志願者はその社長たちの中から1名を選び、無事交渉成立となる。果たして今回はどの志願者が人生を変えることになるのであろうか。年収オークション。それでは年収オークション第1ステージはインフルエンサー枠の皆さんです。どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。毎回登場から楽しみですね。はい、どうぞおかけになってください。失礼します。それではまず最初の方です。最初 G2 さんからで大丈夫ですかね。はい、はい、お願いします。それでは G2 さん2分間です。どうぞ。プレゼン全然緊張しねえ俺、かっけー。 G2 です。お願いします。俺は普段TikTok で自分のことをかっこいいと思ってる男で、まあ、バズり散らかしてて、今言ったこのかっけーが今日本中でもうとにかくめちゃめちゃ流行ってんすよ。なので、まあ、みんな知ってるはずですよね。知らねえ。榊原さん、おいいとこ行った。僕のこと知ってますか？SNS マーケティング界に10年いるんですけど。SNS マーケティングのプロフェッショナル集団を牽引。創業10年でベンチャー企業から地方自治体、国まで網羅する500社以上の顧客実績を有し、自らも50万超えのフォロワーを持つインフルエンサーとして君臨。 SNS からの入社希望は1万2000人超え。業界を牽引するパイオニア社長、唯一無二の個性を求める。株式会社エモルバ代表、榊原誠一。特に存じておりません。知らないですか？サッカーキーワルさんで普段 TikTok でアニオタの発信してると思うんですけど、だったらあの僕の動画流れてきてると思うんですけど、ただあの弊社の基本的に 2B で仕事をしているので、企業に対しての提案に入ってこない方は特に知らないと。あ、もしくは俺ブロックされてんのかな。残り弊社のキャスティングのリストには特にはいつも入ってないです。いやでもそんな榊原さんの髪型、かっけしかも髪の毛ロン毛。いいね。ちょっとあの喋ったお腹空いてきたんで、ちょっとおにぎり食べていいですか？おにぎりの形は三角形。しかも好きな具が僕あのシャーキューみたいな感じで結構盛り上がるんですよね。なのであの今日僕が伝えたいことは、まあ、このかっけーって結構汎用性があるので、それで、まあ、有名になりたい、うん、まあ、っていうのと、あとあの、まあ、皆さんの動画に、僕が出る、出させていただくっていうので、まあ、このかっけーって使いやすいので、それで、まあ、PR だったり、本当盛り上げだったり、まあ、僕の、TikTok 今20万人いるんですけども、社長さんのサービスを PR させていただけたら嬉しいです。はい、で、もうほんとこのかっけー、ほんとどんな場所で盛り上がるんで、みんなで一緒にかっけーやっていきましょう。ありがとうございました。おじゃん、ありがとうございました。
ちょっとやばいほどプレゼンが下手だったんですけど大丈夫。美容室経営、保育事業、福祉施設事業など様々な事業を手掛ける長野県木曽郡出身の経営者、木曽の活性化にも力を入れている株式会社ディアログホールディングス代表、江口智明。あ、全然大丈夫っすね、はい。それでプレゼンのつもり？あ、僕にとってはこれがプレゼンなので、どうしたに採用されたいんですか？はい、メインは中高生のファンが多いので、中高生のサービスを使っている会社さんだったら、相性はいいかなと思うんですけども、まあ、この格形は、20代、30代の方でもみんな使ってくれるので、例えば飲食店さんとかだったら、この間オムライスのお店に行って、まあ、トロトロのオムライスだったんですけど、まあ、トロトロのオムライスをしっかり噛んで食べる俺、かっけーから始まって、お店の紹介をしていくとかが、TikTok で102万再生とかいったので、まあ、うまくこの格形を使っていけば、まあ、どんな商品でも PR できるのかなと。まあ、中高生中心にして、飲食店とかが一番合うんじゃないかって思ってる。まあ、飲食店以外でも、中高生中心とした商品とかね。そうですね。中高生がメインで。わかりました。はい。今回、応募理由が、PR ランキングいただきたい以上に有名になりたいっていうところが書いてあるので、これ、はい、予算とか度外視でも、本人の極論フォロワーが上がったりとか、はい、企業に対してやる意味があるのであれば、結構そこは融通効くみたいなイメージですかね。あ、そうですね。はい。いくらぐらいで受けてるんですか？まあ、普段僕、自分のアカウントで受けるときは、まあ、10万から20万円で受けてるんですけども、まあ、今日は本当、皆さん魅力的な社長さんなので、まあ、基本5万から10万円で受けれたら嬉しいと思うんですけど、そこを話し合って決めていけたら嬉しいなと思ってます。かっけーさんって東京在住なんですか？日本最大級のライブ配信事務所ワンカラット経営に始まり、不動産業、飲食業、そして YouTuber 案件本数5年連続ナンバーワンの起業家 YouTuber ラファエル。かっけーさん、かっけーさんじゃない、ジンツーさんね。ジンツー、あ、ジンツーさん。かっけーさんでこちらでも使いやすい方で、東京だとわりかしキャスティングしやすいんですよね。どこでも行けます。東京にいます。今日このいろんな会社あるのが、数々の超有名タレントを抱える芸能事務所社長、株式会社44プロダクション代表、ヨッシー。なんか自分はこの会社に合うんじゃないかみたいなのは、はい、誰なんですか？ホストをやってるルイリーさんだったりとか、あとはスキマバイトさんだったりとか、はいはい、まあ、スキマ時間にバイトする俺かっけーとか、ね、あと、まあ、お客さんを持ち帰りする俺かっけーだったりとか、まあ、シャンパン開けさせる俺かっけーみたいな、はいはい、いろいろそこから動画展開できると思うので、はい、っていうのを考えて。皆さん、やっぱ存じ上げてるんですか、やっぱり。お三方は。はじめまして。ええー、はじめまして。ベイビークレヨンさんに刺さってない。ダセー。ダサいパターンもあるんですね。ダサいもあるんですね。なるほど。スキマバイトっていうのはどこの会社なんですか？HR 業界の革命家、ネクストレベルホールディングス株式会社代表、川原義嗣。あれですね、うちですか？はい、あ、浜田さん、すいません。あ、で、できるよって、親和性があるんじゃないかというプレゼン。ああ、そういうことですね。あ、すでにやってるんかと。あ、ネクストレベルさんのアカウントも拝見させていただいて、はい、そういう動画も作れるんじゃないかなと。今ホストの話出ましたけど、今日参加されている黒崎さん、27歳でホスト業界に殴り込み、当時の南の常識を変える2年連続1億を達成した元祖億男。その後はホストクラブのオーナーとしてお店を牽引しながら、多方面で経営者としての片鱗を見せる男、黒崎ゴー。はい、どうですか今の話聞いて。ちょうどホストというよりは、まあ、ノリだったりとかそういったので、まあ、8月にバーもオープンするので、はい、そちらの方、店の PR 含め、まあ、そのゲスト出勤的なもので働いていただけたらちょっと面白いかなっていうのがあります。ゲスト出勤もありっていうところですか？面白い。ゲスト出勤して10万から20万の案件って何受けてるんですか？どういう案件ですか？先日だったら、まあ、恋愛デートもする企画動画上げてるんですけど、まあ、恋愛の AI チャットで AI とチャットができるアプリっていうのをデート中、デートでみたいな。あ、それは親和性ある。あ、そうですね、とか飲食店だったりとか居酒屋さんのだったりとか、まあ、こう見えて今年齢30、今年5歳になるので、結構見た目が25、6歳に見えるっていうところが34なので、結構美容とかだったら、うん、ジートさんが使ってくれるんだ、相性がいいのかなっていう。自身も美容には強いんですか？知識としては。で、例えばなんかコスメをいろいろ使っていて詳しいとか、美容男子だったりだとか、そこの配信もしてるとか、そこまで行くと、おそらくそのフォロワー層が、あ、この人って美容に詳しくて、この参考にしたい。であれば、はい、違う企業が依頼来た時に、その商品使った時に、あ、この商品もじゃあいいのかなっていう連想がつくと思うんですけども、今ただ普段かけかけ言ってて、ただ若く見えますだけだと、特に美容に対してもともといいのかなっていうところだけなので、そこの今、理由にならない。正直、美容めちゃめちゃ詳しいオタクとかじゃないんですけど、めちゃめちゃ美意識は高くて、
今日も朝シャワー浴びてきましたし普通なことなんだよそれでは質疑応答で尽くしたということで、いよいよ年収オークション、インフルエンサー枠なので値段は言いません。この案件やってみたい、この G2 さんの格系を使いたいという方はお札を上げていただきます。それでは G2 格系さんの年収オークションスタートです。いかがでしょう。絶対使いたい。上がりますねやっぱりね。あ、ずいぶん上がります。井口社長も上がりました。黒崎社長も上がりました。河原社長も上がりました。 2,3,4,6 社からハンマープライスです。おめでとうございます。これで6案件獲得するわけですもんね。膝ガクガクかっけーそれでは続いての方です。中里愛流さんですね。はい、はい、どうぞ前にお進みください。こんにちは、中里愛流でーす。かわいい嬉しい私は今、Z 世代代表でインフルエンサーとして活動してるんですけど、 TikTok とインスタを今メインにやってるんですけど、最近はYouTube も初めて結構本気でやっていきたいと思ってるんですけど、最近のことについて語りたいと思うんですけど、なんかインスタグラマーさんとか TikToker さんってやっぱ仮面かぶってるじゃないですか。出た、一人いますね。もう仮面かぶってる人が多いんで、そうダメじゃないですか。そんな、確かにね、そうダメですよね。バカでポンコツだけど、うん、その代わりにバカ正直なんですよ。はい、大事。そう。だから、表裏がなく、その、インスタや TikTok もやってるので、その、うん、ぜひ、PR 案件だったり、のを、うん、振っていただけた場合に、もう正直になるので、すっていくので、ぜひ、私が、もし、いただけたとなったら、全部、正直に言うので、見ている方も信じてもらえるようになって、そこからプラスになっていくと思うので、ぜひね案件をくださると嬉しいです。Z 世代とか若い世代に刺さるって感じですか。そうですね、若い世代に当たるし、その今日はちょっとイケメンの社長さんたちがたくさんいるので、やっぱイケメンさんとたくさん絡みたいなって。前回もなんか彼氏探しに来てましたね。なんかパパ探しに来てるみたいな。最近彼氏できないのが。ちなみにタイプはいるんですか。タイプですか。C って言うなら、 C って言うなら、正直やっぱ表裏ないんで、ルイルイさん、おめっちゃかっこいいなと思いました。かっけーかっけー超かっけー何をさせてるやってる方ですか。ホストクラブがメインで、ホストクラブをはじめホストのセカンドキャリアのために数々の事業を手掛けるカリスマ社長、ルイルイ。そういう TikTok とかの会社もやってて、はい、ぜひ一緒にデートでもいいかなと思うけど、くねくねすごい行きたい、ね、行きたい、その一旦じゃあデートというか、まあ、一旦話し合いだけってこと。話し合いよりデートから先にして必須ですか。デートはどこまでですか。男の子にやっぱリードしてほしいので、やっぱリードしてくれる人をメインでちょっと探してるんですけど、見た目も 髪の毛とブリーチ関係も服装も喋りも全部中途半端で、そんなに可愛くないし、悲しいそれで押そうと思って、その喋りも中途半端だし、一体何で押していこうとしてるんですか今後。今日なんて絶対生き残れねえよ。いや生き残ります、うん、まあ、私は表裏がないんで、そこをみんなやっぱ仮面かぶるのがみんなじゃないですか。けど私はもう思ったよりなくバカ正直になれるので、そこをつってパパ活大前提でプラスワンインフルエンサー。だからパパになっていいよっていう人が出ればいいんじゃない。いやパパじゃない、彼氏募集中。彼氏になってもいいよっていう人が、はい、補足すると事務所所属してくれたんですよ TikTok ライブで。でもずっと毎日真面目にコツコツ頑張ってます。さあそれでは中里愛流さんの年収オークション始めたいと思います、はい、一緒に仕事をしたいと思われる社長の皆さん、お札をお上げください。お願いします。お、坂木場さんあげる、ゆうさんもあげるんや。やったー、嬉しい。優しいんですよ二人とも。結局うち相性がいいです。あのシャンプーメーカー作って、あシャンプ ー、あと髪の毛強いんだ。うちも 2B のマーケなので、まあ合うところがいればそういうプレイしてるのかな。あの素直なのか素直じゃないのか裏表があるのか社長さんたちわからないです、絶対ツンデレだ、はい、おめでとうございます、はい、おめでとうございます。ありがとうございました。ハンマープライス割と
直近にですねラファエルさんから出てくださいと言われて、ちょっと間違いかとは思うんですがここに立っております。まあ、せっかく、ここに立たせてもらうんでちょっと一つ、提案というか、こんなのどうでしょうっていうのがありまして、私6月の25日から、ラスベガスに行って WSOP っていうポーカーの世界大会に1週間ほど行ってくるんですよ。で、去年も行きまして、で、去年もスポンサーを募ってですねスポンサーに1社ついてもらって、で、動画、ラスベガスに行く前とあとラスベガスの旅先で撮ったビログとあと帰ってきてから日本に帰ってきてから、動画を撮ったんですけども、その動画の中でそのスポンサーになってくれた会社さんの商品を紹介する動画を、撮りました。で今回、同じことをやりたいなと思ってて、スポンサードしてくれる人が、誰かいないかなと思っております。で、7、8本の動画の合計再生数が、36万再生、ですので、30万円で、全部です、動画を、ラスベガスと行く前と行った後に合わせて 1,2,3,4,5,6 多分 6,7 本撮ると思うんですけども、全ての動画で、その商品やサービスを紹介するので、YouTube、YouTube です、はい。でそれで、残り10秒、まあ、30万円でいかがですかっていう提案です。ご検討いただければ幸いです。なんかあんまり忖度とか言われるんであんまり言いたくないんですけど、はい、後ろの若者たち今のプレゼンうまいよね。うまい、うまいです。だからそういつもあんな感じなのにここに来ると丁寧でそれで何が自分が何ができるかパンパン言って、しかもこんくらいでいくらか入れるとこっちお金出しやすいじゃん。そうです、そういうプレゼンしてほしいよね。あ、プレゼン上手でした。ありがとうございます。すいません。まずは褒めの言葉から。特にジャムとも飛ばずで別にどこでも。前回やったのが湯葉を、茨城県で作ってる湯葉工場で、で日本食を、アメリカに持ち込む、でまあこうアメリカのハンバーガーとかスパゲッティとかだとまあしんどいから、まあ、向こうで言えばもう日本食を食べようねみたいな感じの案件にしました。はい、過去反響がすごいあったものとかってありますか？はい、詳細。世界一の営業実績を持つ敏腕経営者、株式会社ライフネクスト代表田村和正。私が強いのはギャンブル系で、うん、まあ、ラファエルさんと違って僕オンラインカジノやんないんでやってましたね。ですけども、はい、ギャンブル系は競艇だったりとか競輪、あとパチンコ業界で、まあ、今私メインで仕事してるんですけども、パチンコ業界では多分おそらくナンバーワンの、うん、ブランドと集客力と思ってますね。だからギャンブル系は強いと思います。柴田さん、さっきの二次利用の件って期間は決まるんですもんね。いや別に特に一生使ってもらっていいですけどね。すごはい。例えば今回スポンサーさせていただいたときに、はい、次回なんかその案件として、はい、こう YouTube の撮影とかこういう企画でやってほしいとかそういう相談もありなんですかね。まあ、もちろん、まあ、これをきっかけとしてまあコラボでしたり、はい、まあ、チャンネル持ってるんだったらそこに出演だったりとか、まあ、全然まあ、やれればいいなと思ってます、ね。はい、それでは参りましょう。柴田さん、年収オークション案件頼みたいという方はお札をお上げください。お願いします。榊原社長、上がりました。上げます。上げますか。はい、お二方その他いらっしゃいませんか。あ、ルイルイ社長も上がりました。お三方です。おめでとうございます。ハンマープライス、おめでとうございます。続いてセカンドストリートさんでよろしいですかね。はい、それではお願いします。2分間のプレゼンです。はじめまして、新宿2丁目系の、YouTuber をしております、はい、男は度胸、女は愛嬌、おかまは最強ということで、はい、セカンドストリートと申します。よろしくお願いいたします。私たちですね、もともと新宿2丁目で働いていたんですけれども、はい、今は YouTuber として、活動しております。で今、7年ぐらい、活動させていただいてるんですけれども、最近では、東京レインボープライド、まあ、延べ30万人、動員したイベントなんですけれども、はい、そちらの方でも、私たちは、
公式アンバサダーに、はい、させていただいたりとか、最近だとショートにもすごく力を入れてるんですけれども、おねえ何パーセント、まあ、0%、50%、100%、200% というこのグラデーションをですね作って、おねえ何パーセントを作って今、一つの動画とかでも1000万回、再生をさせていただいたりとかしております。私たちもですね、ラファエルさんに急遽呼んでいただいて、あんまりそういうこと言わないでください。そうですよね。あとね、ゆっこママもいらっしゃったりとかね、ルイルイさんもね、ちょっとご面識あるんですけれども、 YouTube でおねえ図鑑というシリーズ化の動画をやっているんですけれども、タレントさんとか、はい、今まではテレビの業界の人たちの、イメージをちょっと覆したくて、新宿2丁目で働いているガチの、人たちに出ていただいて、動画をシリーズ化してるんですけども、なんとそちらが、主婦の友社さんより書籍化をいただいて、本を出させていただいて、Amazon の方でですね1位も取らせていただきました、はい、で私たちは何をしたいかと言いますと、まあ、この時代 LGBTQ というものはたくさん、はい、増えてきております。なので私たちが何かできることがあれば、皆様の会社の中にも多分1人や2人やもっといると思うんですけども、ちょっとそこに何かできることがあればと思っております。よろしくお願いします。じゃあ案件ということじゃなくて、何かこの企業に入っていって何かしてくれる、なんか例えば講演会だったりとかっていうのも呼んでいただいたりとかしてるんですけど、一つで言うとファミリーマートさんから、ちょっとその時僕はいなかったんですけど、相方の達也で言うとLGBTQ に対しての討論会みたいなものを、討論会っていうものを討論会こっちだからとか、やっぱこう LGBTQ に対してまだちょっと知識がそこまでない社員の方とかもその会社の中にいらっしゃるので、そういうところを深めていただこうという、ちょっとなんていうんですかね、そのファミリーマートの会社さんでのその運動にちょっとあの僕が携わさせていただいたとかは過去にあります。案件ってなった場合は おいくらとか、それ目安的なものはいくらくれるんですかって感じなんですけど、まあでも基本的にはなんか、会社でうちらもやってるんですけど、事務所に所属させていただいてるので、その分で言いますと、僕たちがだいたいロング の動画だと、YouTube のロングの動画だと、およそ110から、この番組だと直にやれるって話でしたっけ、事務所解説直ではないですよ、直で、一応運営をさせてください、110からで、ショートだと40、およそ40ぐらいからって感じ。結構俺の方めっちゃ安いなぜ全然知らないんだよ。でそこで言うと高くない、そこで言うと全てではないんですけど、やっぱり1000万回生いってるっていうところがあったりとか、そこら辺はちょっと見ていただけるとありがたいなっていう。ボールない、でも1000万回そこまであげるかあげないかはねえ、ちょっと黙ってもらってもいいですか。まあ事務所の取り分もあるでしょうしね。そうなんです、本当を言えばうちらに入ってから本当あまりあれなんですけど、また焼肉すごい企画コラボさせてもらったことあるんですけど、ゆくママと、その日焼肉でいいでしょって言われて焼肉のコラボに決まったんですけど、その時はギャラはいただいてません。あ、いっぱい食べたしね、いっぱい食べたし、あと今回はこの後会食があるというふうに聞いておりますので、その方でねいっぱい食べたいなと思ってそこも楽しみに ね、はい、でもなんかとりあえずはそういうところからでも関われるんであれば、はい、そうですね、やっぱ手あげやすいですね、それは。食事したら割引あるそれ要相談でもいいですか。そうですね、そうですね、彼氏になったら何かあるとか。おっ、あ、でもさっき裏で愛人にはなりたいって言ってました。あら、いけます、一回ちょっとそれはちょっと後で話しましょうそれもコールされるということなんですね。ちょっと視野には入れます。なんで関係値によってまた値段も関係値によって彼氏になれるかも、本当ね。はい、いいじゃないですか。え、もう他にないですか。もっと興味持ってもらっていいですか終わりですけど私結構責められてる感じ好きだったから、私も責められたかったんだけど、すごいまあ、まともなプレゼンでした。あ、いけました。嬉しい。おわ、え、あ、で、フォロワー、さっき再生なんかで、あ、再生なんかとか坂木原さん、今日ちょっとおかしいですよ。ちょっと顔赤いですよ。顔赤いですよ。じゃあ、後ほど。それはまた後ほど終わっていいですけども。セカンドストリートさん、案件頼みたいという皆さんはお札をお上げください。年始オークションスタートです。早いなぁ、榊原さん曲がりました。ゆっこママ
焼肉で2社でよろしいですね、はい、その他それでは2社ハンマープライスです。おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ最後ですね、はい、最後の方です。インフルエンサー枠最後はダモさんです。あ、皆さんこんにちは。あまり準備してないなんですけど、まあ今日来てくれたヨシさん、 ありがとうございます。来てくれてくれたヨシさん、誘ってくれたヨシさん、ありがとうございます。まあ俺アピオやり方あんまりわからないし、入門めちゃくちゃ難しいだから、あと2分ぐらいめちゃくちゃ短い、俺極人として。まあしょうがないなんですけど、まあ俺メインのはブレイクダウン 12.5 出るなんですけど、こういうまあ俺と思うのはこういう系とかめちゃくちゃ強いなんですけど、まあ動画出したら絶対めちゃくちゃ再生回ってると思いますなんですけど、まあブレイクダウン 12.5 出るだから、スポンサーの募集方あんまりわからなくて、どうしようかわからないなんですけど、まあ俺そこで全然わからない。まあ TikTok とか YouTube とか全部ずっとやってるんですけど、全くお金ないわ、めちゃくちゃ貧乏です。まあどうしようかわからないなんですけど、まああとなんかガケーとか言ってたなんですけど、俺も自分の言葉もあります。キャワイ、それも使ったらそのキャワイさだけ、あ、黙れクソガキ、そのキャワイさだけ使ったら500万再生も以上いたことがあるで、その TikTok でそのキャワイとか、あとでみんなも登録者とかチャンネル登録しろ、それだけ言ったら俺その言葉でだけ5万以上の登録者もらったことがある、YouTube で。まあ YouTube で58万9人いる。あとで再生数は20億です。あとで TikTok は約50万人です。あと普通にスポンサーが、あなたたちが 俺にスポンサーよこしたら、10万円ぴたりでします。だから、12.5 乗りボンドボコボコにしてあげたいから、そこも頑張りたいから、めちゃくちゃ遅いからずっと何も食べてないし、なんかどうしようか、めちゃくちゃ人生つらいです。でもどうしようわからん。でもだから皆さんマジで10万円だけ欲しいです、ね、よこせお願いします。だから皆さんよろしくお願いします、はい、よいしょ。ちょっと簡単に訳したら、ブレイキングダウンの 12.5 に出るからスポンサーを10万円出させるチャンスをみんなにあげてると。なるほどなるほど、はい、バズってましたもんね。そうです。お三方も知ってますか。わかんない。はい、知ってます。あ、知ってる。はい、見る。キャワイイって言って、キャワイイわかってます。10万円ってことなんですね、もうそれ。あ、10万円2人です、うん。スポンサー10万円で何が、多分これそうですか、多分言った方がいいです。じゃあヨシさんから説明お願いします。俺がすんの。いや、まあ簡単に言ったら、試合に出る時の T シャツに名前が、企業の名前が入るのと、あと TikTok と YouTube 合わせて200万人超えなんですけど、で再生もそこそこいいんですよ。でその中で御社の会社のプレゼンだったりをしてくれるっていう話ですね。はい、それを10万円でやれるチャンスを榊原君に今あげました。ありがとうございます、はい、権利ありがとうございます。権利を、人がいいから、まあまあ、だんだんと仲良くなったら、はい、みんな好きになると思います。運転手じゃないのよ。うちの運転手じゃないのよ。ブレイキングダウンだけじゃなくて、自分のチャンネルとかもバズって数字持ってるから、まあ、紹介してくれる。そうそうそう。で、今日は10万円で皆さんの会社を入れるチャンスをあげますよって話を今。はい、おめでとうございます。これって、スポンサー料を10万で、まあ、こういうふうに会社のロゴ入れてくれるじゃないですか。で、それ以外に、例えば、まあ、その YouTube のコラボだったりとかっていうのもしていただける感じなんですかね。前の人、昨日の人も、なんか普通にコラボするつもりなんですけど、だから、あの人のためにもお買い得行くつもりです。得点が、だからこの5点ですね。はい。これで、ですね、はい、スポンサー料10万込み、これなんですね。そういうことです。で、さっき言ったように、YouTube のコラボとかも可能になってますんで、はい、何でも言ってください。TikTok のコラボ持ってるよね。OK です。うん、マネージャーさんとかいる、もう直接やり取りになるんですか。まあ、あ、いる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 。あ、いるんですか。今日来てる来てる。あ、いるんですね。うん。同じ国籍とかの方ですか。いや、違う。なんで俺、これ族と喋ってんの。言語の壁が少しあったんですよ。そこはちゃんと、こう、普通にこう、コミュニケーションできるかなっていうところが。はい、ちゃんとしたマネージャーが一人います。こんだけついて10万円なんですね。いや、むちゃくちゃ安いと思うよ。これは安いじゃないですか、うん、いや、ブレイキングダウンも本当12から確変したぐらい再生数伸びてるんで。そう。まあ、もともと YouTube でチャンネルで伸びてるっすもんね。もともと数字持ってる。そうですよね。で、TikTok も見られとうから。そうですよね。まあ、結構いいとは思うかな。金額的にも。それでは、ダモさんと案件、そして10万円のスポンサー、なってもいいという方、お札をお上げください。スタートです。あ、河原さん上げた。あ、吉さんも上げた。上がる上がる上がる。俺入ってるんですよ、もう。あ、入ってんですね。ただこれ27って結構もう
キンキンすぐですよ。今日中にもうやり取りしてもらってデータ送ってもらわないと。間に合わないですよね、はい、作るの。ギリなんで。ロゴだけ送ればいいですか。うん。ロゴだけ送る。はい、そうです。これも44プロダクションが一番上に来てますよ。これはもう。いや、俺はもう出してんだよ。あ、一番上に来ないといけないと。調整してください、それは。順番順番。順番はもう、おのおの、あとじゃあ話し合いましょう。はい、確かに入るんですね。1、2、3、4、ね、5、6、7。7社。うん。入ると思います。前だったら。7社の皆さんが手を挙げてくださいました。ハンマープライス、おめでとうございます。ということで、全員、今回は。すいません。はい。はい。ちょっと私 G2 角形さんあたりもう一番最初だったんですけど、はい、プレゼン聞いて、はい、私のグループのプレゼンをしたいなって思って、はい、志願者側に回りたいって思ってしまったんですけど、はい、皆さんにお話ししても大丈夫です。ベイビークレヨンさんが向こう側として。ぜひぜひ。あ、ぜひ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 。それは七瀬さんだけ3人でちゃんとやるんですか。じゃあ3人で一緒に立ちましょう、はい、で吉田七瀬さん、桜木琴さん、そして石渡ひな子さん。それ急展開やな。でも逆に言うとあれなら私たちにでもできると思ったんですから、ね、はじめまして、私たちベイビークレヨンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このプレゼンを聞かせていただいてで自信があったので、ちょっと後ろをディスってる、後ろをディス。はい、私たちは東京ドームを目指しています。最初はですね、私たった一人でこのグループを結成しました。全国で同じ夢を叶えたいっていう子を一人一人スカウトして結成したのがこのグループです。で、私たちはですね、実力派って言っていただけるように歌とかダンスとか、私は音大出身で五大ドームをもともと立ってる EXILE さんのバックとかで出てて EXPG に入ってたり、桜木はメインボーカルとして個人で何万回再生だっけ、250万回再生ぐらい歌を歌ってる動画だったり、はい、吉田は300万回再生踊ってる動画がバズったりとかしています。で、私たちは、新しいコンテンツとして路上から東京ドームへという、ことを掲げて自力で這い上がるっていうものをコンセプトに一生懸命頑張っています。で、これから私はプレイングプロデューサーとして私は活動してるんですけど、全国で路上ライブをやりたいと思っていて、ベビクレカーっていうものを作って全国を回りたいと思っています。路上ライブの旅をしたいっていうふうに思っています。でも路上ライブは予約したりすごく大変なので、車内で歌ったりすることも私たちはあるくらい、ここにいる自力で這い上がってきた皆さんになら私たちが頑張ってる姿を応援してもらえるんじゃないかなっていうふうに思って、今回ちょっと急遽何も用意してなかったんですけどプレゼンさせていただきたいと思い、ここに立たせていただきました。ぜひ私たちの東京ドームっていう夢を応援していただけたら嬉しいというふうに思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。基本応援ベースなんですか。車を作りたいんですね。あの宣伝カーみたいなのだよ、ね、はい、宣伝カーあのハイエースとかでね、いただきたくて協賛していただいたお名前、企業様のお名前を例えば後ろに背負って、あ、塗装してさんのラベルみたいな、ロゴが乗るぐらい、そうです、してこうで全国回って、うん、こう自力で自分たちの生の声と生のこう直接会って、うん、お客様とかファンの皆さんにファンになってもらうっていうのを大切にしたいと思っています。なんかもっともっと強い女性になって、なんかできることをたくさん増やしていきたいっていうふうに思っているので、皆さんと友達になれたら嬉しい。いや、友達にはなりたいですよ。本当ですか。なんか少し実績書きしたくて、なんか SNS でどのものが一番フォロワー多いのかと、あとなんかライブとかでも普段どれぐらいこう集客していて、多分ワンマンやってこれぐらい集めたとかっていうのはどのぐらい。はい、今年で3周年で、去年の2周年で ZEP 羽田っていう、ZEP で一番大きな会場でワンマンライブを成功させて刺しました。3000人ないですか。そうですね、でもシッティングだったので800人くらい。でやりました。で、今はハッシュタグベビクレ路上チャレンジって言って、うん、路上ライブを頑張ってるんですけど、うん、今現在1800万回再生で1億回を目指して頑張っているところです。今ちょっとたまたま TikTok 見たんですけど、うん、俺2ついいねしてたわ、うん、本当にもうめっちゃ嬉しいです、はい、未来に希望がある子だから今回読んだ。ポテンシャルってことですね。そうです。え、嬉しいです。逆に、ベビクレ知らないの？嬉しい。こんだけいて知らないの多分、榊原だけだよ。俺全く知らないです。ああ、いたの。なんで3年もやって伸びてないと思います？もともと強い事務所にいるわけでもなくて、うん、
資金を出してくださる社長さんも、会う人会う人全員に私が東京ドームに立ちたいっていうことをプレゼンして出会った社長さんが初めて立ち上げた、私たちのグループのために立ち上げて。もうそれ聞いた瞬間伸びないと思うね。多席だからね。あ、そうなんです。なので、うん、私はしっかりプレイングプロデューサーとして、うん、そのプロデューサーとは何かっていうものも、うん、一からこの3年間も本当に学んできましたし、うん、まあ、まだ足りないところがたくさんあるんですね。チームとしてもマネージャー、現場マネージャー1人、内部に1人、そして私が運営3人でやってるので、うん、やっぱりチームとしてはまだ欠けている部分がたくさんあるので、だけど目の前にしたら、あのライブを見てくださったり会ったら絶対ファンになってもらえるから、知ってもらえることがまず私たちの一番目標。ああ、そうか、知ってもらえさえすれば伸びるって感じね。あ、そうです。なのでそこに自信があるので、まだ未熟な部分があるので、もうご指摘いただいて本当に嬉しいですし、こういう場に立たせていただくだけで本当に嬉しいので、もっと学びたいで。友達になってもらって、うん、伝えてもらえればいいじゃないですか。そう、はい、マッチングしてもらって、焼肉連れてってもらって、うん、多分ね、俺ね、ちょっと分かったんですけど、井口さんと榊原さんはもう詰めるだけ詰めて、多分最後こうやるとりあえずね、そういうプレイやってるからさっき。さっき優しい時あげてなかったっすよ。いや、そうなんですよ。そうなんですよね、井口さん褒めてた時、一切は出てなかった。出しにくくなる。あげにくくなる。怖かったでしょ、怖かったでしょ。あげるからこの後からあげる。お願いします。さあ、それでは急遽参加しましたベイビークレヨンさんの年収オークションスタートです。つながっていきたいという方、お札をお上げください。おー、よしさん、つながっていきたいですよ。ラマさんもあげた。沼崎さんもあげた。ネオさん黙ってあげた。井口さんあげないと。そして井口さんはあげない。あげない、あげないか。結局 1,2,3,4,5,6,7 名。すごい、一番上がったじゃん。7社です。おめでとうございます。ありがとうございます。ダモちゃんと一緒。ああ、そうですね。うん。なんかさっきパフォーマンスがすごい押してたので、はい、なんかちょっとここでや、なんか俺も見たいと思います。見たらね、ファンになるって。ああ、音楽的な。はい、はい。はい。本当に、ライジンの中でも、怪物くんっていうね、選手の時の入場で出てくるんですけど、全員が会場受け入れるんですよ。彼女たちのダンス、歌は。なので、東京ドームに、はい、立った時に井口さんを招待したいと思います。だいぶ好きじゃないですか。ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫で、大丈夫で来るから。はい。招待します。はい、インフルエンサー枠は以上となります。おめでとうございました。ありがとうございました。年収オークション。それでは、年収オークション第2ステージに参加の皆様、どうぞ。失礼いたします。失礼いたします。失礼いたします。わあ、すごい資料、なんかいろいろ持ってきましたね。このステージは4名の方です。それでは皆様に2分間ずつプレゼンしてもらいます。まずはおかけください。それでは持ち時間2分のプレゼンをしていただきます。まずはですね、ギターなど音楽の経験を生かしたキャリアアップを狙っています。徳永ゆうきさん、2分間お願いします。茨城県より参りました、徳永ゆうきと申します。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、私はですね、将来的に音楽を仕事にして生活したいと考えておりまして、うん、今回は皆様の企業様の魅力をですね、音楽を通じて世界中に発信できるような、音楽、例えばですけれども音楽事業部みたいなものを発信させていただいたりなどして、お役に立ちたいと考えさせていただきまして、本日志望させていただきました。例えば業務委託という形でオリジナル曲制作、まあ、BGM 制作などという形でもぜひ携わらせていただけたらと考えております。高校卒業後4年ほど地元の企業で働いて貯金した、した上で、あの音楽の専門学校ギター科に通うことになりました。バンド形式でライブを行って、その先生方に評価していただくという授業があるんですけれども、その中で私のバンドは最高評価の S をいただくことができまして、まあ、その結果、学校の方からカラオケ制作の授業をやっている会社さんがありまして、そちらの会社から現在は業務委託という形でカラオケ制作などを行っております。で、その経験を生かしてですね、あの皆様のお役に立てればと考えております。で、最後に私の簡単な強みについてなんですけれども、この、まあ、その感じていただけてるかわからないんですけど、結構個性強みなので、結構一回会えば大半の人には結構覚えてていただけます。なのでそういうところが、例えば何だろうな、音楽を通じて、まあ、絶対顔とかで出ると思うので、そこで何だろう、力になるかなと考えております。以上です。よろしくお願いします。
今お話にあった音楽事業部を立ち上げてみたいというような会社の方とか、あとは業務委託でそれこそテーマ曲、うん、ネクストレーベルの時もありましたけどね、資産のやつですね、はい、うん、会社のジングルとかも作れるってことですもんね、社名に音符をつけるようなイメージです、はい、はい、あの以前あの学校の紹介で制作させていただいたこともあります。コンペは落ちてしまったので採用できはないです、それのテーマソングに関しては。なんか実際聴ける音楽とか音源なんかあれば一応あの用意しておりますらしい。普通に就職してもらってプラスアルファそういう業務を任せれるっていう、まあ、そうですね、私難しいですよ、インフルエンサーの人でもできちゃう、そうですよ ね、 すよね、だから普通に就職しながらプラスアルファ僕はこういうのできるよって話ですよね、簡単に、うん、そのあくまでも音楽を中心にあの雇っていただけるのであれば、あのその他の例えば営業ですとかの業務もあの掛け持ちすることは可能でございます。何か世界一の営業実績を持つ B1 経営者は株式会社ライフネクスト代表田村和正。何かしら携わっていれば OK ってことですか、音楽に。あのあくまでも音楽に携われるのであれば、あの特に希望年収はなくてですね、で、勤務地に関しましても今現在茨城に住んでいるんですけれども引っ越すことは可能です。うん、まあ、ちょっと聞いてあげましょう。そうですね、はい、お願いします。ラーメン屋ないよ、これない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 、合わない。今のは何をコンセプトに変な意味ではなく、何目的のために作ったもの、素人目からすると、はい、本当にただボカロで趣味で作ったっていう感じに聞こえてしまったんですね、はい、なんか実際 の、 その、例えばお店の今ジングル作ってるとか、なんかそういう、実績的なのは何かありますか。いや、そうですね、実績のほどはないですね。 あくまでもカラオケ制作業には一応携わっているんで全くではないですけれども。個人の副業の範疇でやるの無理なんですか。オンライン不動産のパイオニア、株式会社ネオホールディングス代表ネオ。大した実績もない中で、じゃあ僕らの会社に入って、はい、音楽を中心にやってる会社じゃないんで、はい、その中でなると仕事終わった後で、まあ、個人で YouTube やるみたいな感覚でなんか音楽作って、まあ、なんかで時にはそれ案件来ましたぐらいの距離感でやるって無理なんですか。小室哲哉さんみたいな感じのイメージですか。その通りです。今現在一番目指しているのはその形でして、楽曲を練習量日本一、お行儀日本一、頑固日本一、プレイングプロデューサー石渡日奈子が全国からメンバーをスカウトし、桜木こと吉田七瀬と共に結成したアイドルグループ。ライブチケットを800枚手売りするなど自力で這い上がるをグループコンセプトとし、東京ドーム単独公演を目標に活動するベイビークレヨン。楽曲をココナラとかに投稿したことってありますか。ココナラはないですね。え、なんでしないんですか。ココナラって結構使われると思うんですけど。今日爪三方向爪の三角形。いや、なんかココナラって、はい、私がグループ立ち上げた時もあの実際にその無名の楽曲制作してくださってる方に依頼して楽曲を、はい、あの実際に使用したことってあるんですね。はい、あ、そうなんですね。はい、なのでグループ名も決める時も、はい、あのこういうニュアンスで作りたいっていうのでワードを募集したりとか、ココナラってすごい可能性がある場所だって私思ってて、はい、なんかそこで実績取ることも正直できたと思うので、なんかもっとなんか調べられるかなって思いました。ありがとうございます。ココナラの方も、まあ、本日中に登録して、まあ、あのそうですね、近日中に、はい、ありがとうございます。参考になります。やりたいことはあるけど、こちら側が結局メリットもわからないですし、やりたいもないって、はい、なんか出てこないってところで、なんかやりたいことをやらせてほしいです、でもお金も欲しいですみたいな今イメージになってしまっていて、でそれがなんかその個性が最初にあるとおっしゃっていたので、そこの部分があればまだそこの考慮もあるかもしれないんですけども、はい、そこも今特には感じられなかったので、まだ今なんか何を聞くしたくて、この音楽事業立ち上げっていうところも、まあ、別に本当に具体的になくてもいいんですけども、はい、もう少しこう落としていかないと今多分イメージがまだつかない。もし助け舟になるとしたらですね、はい、例えば最初にその会社に音楽事業部を作ってでも自分を雇った方がいいよという、その部分がもしあるんであれば、うん、そこをおっしゃった方が刺さると思います。ありがとうございます。うち社員1000人いるんですけど、はい、1000人いるんだけど1人1人採用するのにもめっちゃ真剣に採用するんですよ。
そんな一人の人生を背負うわけだから、はい、もっと真剣に来ないとまず採用にはならないよね。この後は出づらいもん。300万円から徳永ゆうきさんの年収オークションスタートです。いかがでしょう。300万円から条件付き300。条件付き、もし今聞かせていただければ。いや、まあ YouTube とかそういう音源とかで、まあ、ちょっと音楽携わるぐらいな感覚でですよね。だから本当にちょっと音楽かじれる普通の社員みたいな形で、まあ、メインは本当に9対1ぐらいでもう社員としてのみたいな形の雇用でだったら300からちょっとご相談ベースで。ネオ林社長、はい、ハンマープライスです、はい、300万円おめでとうございます。一応僕ダンサーとかもやってたりするので、まあ、なんかそういう音楽の面ではこうどっかでこう頑張っていく中ではこう交わっていけるのかな。なので、まあ、9対1ぐらいな気持ちで、はい、やっぱ基本的には普通に不動産業務として携わってもらえたらなぐらいな。9対1とのことなんですけれども、はい、具体的にどういった形で携わらせていただけますか。そうですね、最初のこと、ロロロロまず自分が何をできるかを考えた方がいいかもしれないですね。あ、じゃあ最初はそうですね、じゃあ今面接されてるから受け身な、立場は逆だよ。一回行かなきゃ決めてるじゃあまずはうちの YouTube のなんかエンディングの BGM を作ってもらおう。優しい優しい優しい、いいじゃんいいじゃん。そっからね、なんか TikTok のなんか各音源をちょっとこうやってみるみたいな形とか。それでは決断の時です。ネオ林社長のところに行くかどうか、もし行きたいと思えば握手を求めてください。はい、申し訳ありません、もうちょっと頑張りたいと思います。すいません、申し訳ありません。お前やばいな。はい、はい、ありがとうございます。大丈夫です、はい、ありがとうございます、失礼します。頑張ってください。ありがとうございます。続いての方です。オンラインサロンで社長の皆様とさらなる飛躍を目指そうという方です。純太さん、はい、よろしくお願いします。千葉県から、参りました純太と言います。20代の頃、まあ、ミュージシャンを目指して上京したんですけども、まあ、毎日その貧乏生活といいますか、家賃2万4000のところでずっと住んで、で活動すればするほど赤字っていう、まあ、本当に砂を噛むような毎日を過ごしてたんですけども、まあ、30代になってこのままじゃあかんと思って、まあ、いろんな稼ぎ方をちょっと自分の中で考えて、で今に至ります。まあ、先駆けポイ活塾というね、あのオンラインサロンを今年の1月に作ったんですけども、もう口コミだけでもうすぐ250人行く勢いなんですね。で今の時代本当に残り1分、まあ、税金高かったりとか物価高騰とか、まあ、いろんな問題で、まあ、生活困窮といいますか、その生活に苦しんでいる方がすごい多いと思うんですよね、今の時代は。でそれをあの自分の、ポイ活塾でなんか救っていきたいというか、社長様たちと業務提携とか、まあ、コラボなどをさせていただいて、もっと飛躍させていきたいなっていうのがあります。月額いくらですか。初月が3万3000です。でそれ以降継続される方は3000円という形で。今250名はもう全部3000円払ってるユーザーっていう。あ、そうです。まあ、1月から始めたんで、まだその離脱率っていうか、まあそんなちゃんとしたあれはないんですけど、今のところ 97% ぐらいですかね、継続率。その中で今日僕らに何を求めに来たんですか。これ転職番組じゃないですか。はい、番組っていうか就職をしたいから来たっていう認識ですか。オンラインサロンをもっとあの、はい、生活に困っている人たちに広げていきたいみたいな。あ、オンラインサロンをもうサービス化して一緒にやもっと大きくしていきましょうっていう。あ、そういうことです。んその場合は出資のイメージなの、権利をいただくんですか。まあ、売上の例えば何パーとか。だから出資じゃないっていう、レベニューみたいな、多分。はい、例えば僕が絡む場合どういったことを求めますか。まあ、SNS でちょっとまあ自分 SNS やってるんですけども、まあ、フォロワーも正直3000人もいないんで。それ250人ってどうやって集めたんですか。いや、口コミだけですもん。どこの口コミとかってなんかあるんですか。あ、最初あの1月に令和の大人に出させていただいて、でその勢いで50人ぐらいパンって来たんですよ。オンラインサロンの中は少しこうブラックボックスになってしまっているので、じゃここが本当にすごい有益な情報を配信しているっていうことなんですか。はい、あ、そうです、そうです。はい、あのコンテンツはどういうコンテンツなんですか。そのなんかコンテンツは、まあ、ポイ活
残り30秒。ポイ活ってポイント、まあ、自分ポイントだけで生活してるんですよ。この自殺率だったら普通に中井さんやった方がいいです。確かにこれ数字がほんまやったらすごいですよね。あとトレーディングカード、まあパチンコスロット、さっきも言ったように。で、あとまあ背取りとか。でも本当にこの自殺率だったらその情報がすごい精度が高いってことなので、最初本当に50人集まっても終わると思ったんですけど、その熟成の方が奥さんとか旦那さんとか兄弟とか友達をどんどん連れてきて、で気がついたらもう250人っていう。中に入ってる、スクールの方たちはそこの情報で平均月どのぐらい稼ぐもんなんですか？そういうことですもんね。まあがっつりやられる方は本当10万とか平気で稼ぎます、毎月。適当にやっても月3万ぐらいはいけます。寝る前に1分の作業でもう9000ポイント獲得とか。私よく存じ上げてるんですけど、担当です。あ、そうなんです。本当なんです。本当なんですけど、これはご自身でやられた方がそのままの方がいいような気がするんです。あ、わざわざ権利を他の人に取られちゃいますよ。確かに。どんどん広がっていくと思うんですけど、我々に権利をくれちゃうって、それはどういうことなんですか？権利とかもお金は正直自分興味ないんですよ。20代の本当地獄のような生活をしていた自分を救いたいっていうので始めたので、元から。だからその自分の取り分が下がったとしても、より多くの人に届けばもうそれで自分は満足っていう感じです。実際そのオンラインサロンは今年の1月って言いましたけど、実際ね2年前から始めてたんです。で、自分は周りの生活困ってる友達に30人ぐらいに全部無料で教えてたんですよ。でそれを令和の虎出た時に茂木社長と岩井社長に、いやそんなノウハウを無料で教えちゃダメだよって言われて、ね、はい、そこからオンラインサロン。わかりました、はい、ではオークション入らせていただきます。純太さんとこのコラボにご興味のある方、お札をお上げください。お願いいたしま す, ありますやっぱり上がりますよね。ラファエルさん、ルイルイさん、河原さん、そして坂木原さん、あ、そしてベビークレヨンも気になりました。音楽面でも貢献できます。バンドマンなんで。5名の方から札が上がりました。ハマープライス、おめでとうございます。さあ続いての方です。社長ファイトクラブへの参加経験もある方です。調理師免許もお持ちだという小山優奈さん。埼玉県から来ました小山優奈です。年齢は27歳です。よろしくお願いします。今回皆様にお会いできて嬉しいです。どんな社長様がいるのかをとても楽しみにしていました。就職をしたいのと、あとはネイル、ファッション、美容系に興味があることと、コツコツするような作業が得意なので、美容やネイルで、内職なども希望しています。小山優奈という人物に興味がある方はよろしくお願いします。美容系というネイルというようなねコメントもありましたけれども、井口社長はちょっと違いますかね。あ、うちも美容室もやってます。やってらっしゃいますよね、はいはい、彼女に興味があればというふうに小山さんおっしゃってます。まずどうしても気になることがあって、はい、今キャラクター作ってるわけじゃないですか。作ってない、そのままで私という人物を受け入れてもらうためにあえてスーツでなく来ました。一番最初の方よりも個性があります。はい、はい、そうです、そうです。あえてスーツじゃないように来ました。ちょっと気になるんですけど、この、はい、履歴書の写真ってこれいつの写真？あ、ちょっと、あ、これは中学の時。中学それ、なんでですか？そう、進化したのが私です。あ、そうです。はい、そうです。進化を見てほしいですね。はい、進化しめっちゃ個性的じゃん。行動で結果を残したっていうのは実際どういうことになるんですか？写真を見て質問してくれたと思うんですけど、ここまで進化するまでに、高校の時に、進化というか成長だと思う。進化して成長です。はい、進化して成長です。高校の時に、実は、井口さん、笑いすぎですよ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ギャルと友達になったんです。誰で、ギャルです。高校に進学した時になぜかギャルと友達になって、ネイル、つけまつげ、ミニスカートっていう、新しい自分を発見して、私もこういう自分がいたんだっていうのに思って、あ、私って意外と地味じゃないんだなっていうので、うん、まあ、そこにたどり着いたって話です。ネイル
ファッションメイク関連希望ですけど、でご自身ではあんまりやられない。高校時代やってました。でどうして辞めちゃったのかっていうと、その後あの調理の道に進んで、その業界に行くとやっぱりどうしてもおしゃれでできない、出勤すると。であのそこの道に行ったんですけど、途中でちょっともうちょっと端的に元気だよってなって、はい、今なぜネイルとかしてなかったりだとかメイクもしてなかったりとか、ビジュアル的にはそんなにこう美容が好きじゃないように美容が好きな感じはしない、見えてしまうんですよ、ね。まあ、そうですよね。それは仕事が関係してる今までね、現状もあああそうです。前の調理師は もともとは美容が好き。現在の年収ゼロってなった。そうです。今離職中。離職中です。ってなると仕事は関係ない時代。うん、ちょっと矛盾してるんですけど、でも好きは好き。あ、そうです。ってことちょっとあんまり好きが結構伝わってこなくて、そうですね、だからその最初から好きを全面見せすぎると良くないから、こういうところからその実は私こういうのですっていうそのフリアの進化、そう進化をこれ、あの好きじゃ好きじゃなかったらわざわざギャルの方と友達になったり、ね、ならないですし、つけまつげもやるっていう、そういう実績はありません。ミニスカートも入ってないです、ないです、ないです。今まであの飲食だったじゃないですか。大人気テレビ番組、月曜から夜更かし出演、実業家としての顔も持ち、新宿2丁目に2店舗、銀座に1店舗を経営するオーナーママ、ゆっこママ。飲食またやる気はないですか？飲食は考えてないです。はい、ありがとうございました。なんか、まあ、惜しいっていうのは言葉はよくわからないんですけど、はい、癖はおそらくなんかすごく感じるんです、癖というか個性なのかわからないんです、うん、ただそれがどこなのかわからないというか、その方向性というかそれがうまく働くのか、ただちょっとなんか癖がで、ここだけ見たら少しコミュニケーション能力が少しあんまりこうないのかなと思ってしまうのも見え方的にはしてしまう。ただでもそこじゃなくて、この素なんです、でこれで自分で何かできるんですっていうところはもう少しこう聞かせていただけると、でも内面にはこういうものを持ってる、こういう実力があって、こんな能力があるみたいなのをもし言っていただければ、あ、確かにそれはすごいですね。でもそれって口だけじゃちょっと伝えられなくて、実際にやってみないとわからないとこがある。もちろん全体はそうなんです。でも逆にそれを言わないと始まらない。全く知らない状態なので。言っていただいた上で実績も、理想である実績も言っていただいて、でそれであの将来性を私が感じたとしたら一緒に働きましょうって多分なると思うんですけど。それでは小山優奈さん、小山さんの言葉に刺さった方、お札を300万円からです。お上げください。年収オークションスタートです。厳しいんじゃないですかね。300万円。ウェビナーの方ももし刺さった方いらっしゃれば、厳しいですかね、はい、皆さん。残念ながら、どなたも上がりませんでした。マッチングせず、また次回お願いします。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。それでは、退出をお願いいたします。それでは、続いての方です。薬剤師、そしてワイン関連の事業など活躍は多岐にわたっていらっしゃいます。語学力もあるということで、生かしたキャリアアップなるでしょうか。原拓也さん、2分間のプレゼンです。スタートです。はじめまして、お世話になります。高級デザートワイン協会会長、初代の、薬剤師の原拓也と申します。年収を上げたい、もしくは私の事業の、合弁企業化ですとか子会社化をご検討いただけたら幸いです。こちらが経歴になっております。多数ちょっと被って、同時進行でいろいろやってきたんですけれども、東証プライム上場のドラッグストアにて、上野や新宿など重要度の高いメンズ店を任されることが多く、特にですね、実績の一つである3ヶ月連続1位というのが、3倍、1057名中の1位、最終的に2位との差は約3倍でした。前例にとらわれない斬新なやり方を考案する発想力、目標を達成するまでやり抜く力、この強みはどの職種でもお役に立てるのではないかと思います。4番5番の方にですね、特に経験の方ですね、いろいろ書かせていただいたんですけれども、いろいろやってきましたので、新規事業立ち上げですとかコンサルティング、幅広い知識を活かせるような総合職の適性が高いのではと考えます。私の事業を一緒に拡大していく場合、経営に関してですね、即戦力として私は動けるだけでなく、日本初の専門家として皆様と組めることで、将来的なネームバリューも期待できるのではないかと思います。まだ無名です。で、他の方々が知らない莫大な知識量を持ってて、このように日本初の本書いてますので、確実に美味しいワインをですね、引っ張ってこれる私を使うことで有利に事業を進められるのではないかと思います。まだまだ未開拓の業界ですので、一緒に先上げていけたら幸いです。デザートワイン の博物館、あとはちょっとここ伏せ字になってるんですが、皆様のお手元の資料の方にはですね、文字の方書かせていただいてるん
のと、あとは世界の武器とかですね、そういうのもいろいろですね、他にない博物館をやってですね、顧客が何度も来たくなるような秘策っていうのも一応私の発想力で考えているものもありますので、ご質問いただけたら幸いです。それは何なんですか？皆様全員に行き渡るように、はい、あと喋ってる時にいつも入るといけないんでマスクします。機敏やなあ。それがそうです、こちらです。1本おいくらぐらいで？すぐ出せます。あ、質疑応答の時間始めていただいて大丈夫です。その1本おいくらぐらいで？それはですね、先入観が入ってしまうので一旦、なるほどな、飲んでみろと。皆さんは飲みましょうっていうのを予測していただけたらな。博物館作りたいか出資してくれってことですか？一緒にやれたらなと言いますか。就職ってことじゃないんですか？就職の方がありがたいです。だからそこの会社で事業をやりたいみたいな感じですか？就職してそこで新しい事業部立てたいってことですね。で、合同なのか本社かみたいなことを。まあ、相当美味しいです。美味しい。相当美味しい。確かに。これ。あ、美味しいですか？よかった。美味しい。めっちゃ美味しいですよ、これ。これ、アルコール入ってる。めっちゃ美味しい。アルコール入ってます。何パーですか？7.5% でございます。すいません、後ろ向きながらになってしまって。オリジナルとかではなくて。あ、これはオリジナルじゃないです。私が、その仕入れ飲んでて、この、美味しいものを見つけてくる力で、めっちゃ美味しい。そのうちの、ドイツのワインって、9ランクぐらいに上から下まで分かれるんですね。そのうちの、これは、上から4ランク目です。それでも美味しいっておっしゃってくださいました。私が持っている1000本の、約1000本の中で、ごめんなさい、一番弱いのを持っていました。今回今美味しいって言葉が出なかったら、もっといいのも出そうと思って予備も持って。まあ本当は美味しくなかったんだけどね。ただ時間をいただけるのであれば、そのつもりで持ってきてますので、気になる。2ランク上。持ってきてます。それが4ですもんね。それが4です。なので2を持ってきてます。なんで1を持ってこなかったんですか？舐められてる。勝手なワインオーディションやられてたの。デザートワインが本当に別に極論これジュースと比べたら、ね、そうジュースの方が美味しいって出てきてしまうと思うんですね。なるほど。だからもちろん単純に飲んだら美味しいには美味しいんですけど、はい、そこはまだ知識がないですし、このデザートワインがすごい今市場として上がっていて世の中にめちゃめちゃもう飲まれているん でその中の専門家の1位ですであれば、あ、これめちゃめちゃもうすぐやりましょうって多分なると思うんですけど、はい、デザートワイン自体がもう別にそんなに流行りもなくて人にそんな刺さらないのであればずっとそうなってしまうので、その辺がちょっとお聞きしたい部分でした。私は会員制でもうミクロで100人ぐらいをあんまり増やしすぎないようにやってきたので、それこそその市場に大々的に出した時にどうなるのかっていうのはまだ分かりません。ただ皆様に飲ませるにあたって、私はもともとワインが大嫌いなので、ちゃんと美味しいものだけ飲んでいただきたいっていうコンセプトで今まで調査をして集めてきてるんですね。市場としてはまだ大手とかも出してはいないっていうことなんですか？大手も商社さんとかで扱ってるものとかはあるんですけども、なんと言いますか、そのまだまだ浸透してない部分でして、そうなんです。就職してもらって どうすればいいんですかね？その年収も高いし、今600万ですもんね。あ、そうですね、薬剤師の方で、そうですね、そちらの方で、今回、子会社化も他社様から1000万でいただいてるお話一応あって悩んでるんですけど。子会社とかその卸しをやればいいってことですか？博物館の事業と、即戦力で始められるんですけど、ワインショップ、ワインイベント、あとは飲食店、全部私が管理する形で、薬剤師の仕事って、はい、いうのをお手伝いしてもらうことができるんですか？あ、そうですね、ドラッグストアでの。オンラインクリニックなんですけど。あ、クリニックでございますか？はい、もちろん、ご用命いただけましたら、はい。ワインを持ってきてくれる。あ、そうですね、お手伝いさせて。そのワインおいくらだったんですか、結局？2500円ぐらい。そんな安いんですか？そうですね。一番高いの5500円。あ、それでもそれだけでいいんですか？へー。そうですね。どうしてもやっぱり高級デザートワインっていうと、高級ってついてるから高くて、ハイクラスな顧客層にしか刺さらないんじゃないかって思われると思うんですけど、私の言ってる、その本に書いてる高級っていうのは、ハイランク、高品質っていう意味で高級って言葉を使ってまして、安いものでも、砂糖とかブドウ糖とかを添加して、ブドウの出来の悪さをごまかしたりしてない、それめちゃくちゃ飲んだ時に甘いなと思ったんですよ。はい。いや、さっきおっしゃったように、それはもうブドウの甘みだけですか？あ、そうです。もちろんです。法律上。一切不使用。そうです。法律上、砂糖とかを入れてはいけないっていうふうに決まっているんですね。ドイツとかオーストリアとかっていうのが。そういうところの専門で扱ってます。原拓也さんと、デザートワインについての会社を一緒にやってみたいという社長の方いらっしゃいましたら、お札お上げください。
合弁会社。難しいですね。興味ある。興味ある。興味がある。はい。じゃあ、後ほどお話聞かせてください。黒崎社長、分かりました。原田くんにそもそも興味がある。ありがとうございます。はい、それは分かります。ね、それはあのイベント出張とかもしますので。子供のようにワインだ。大事なので、ね、一本一本がやっぱり。人の良さが原田くんに。ないですね。そうおっしゃっていただけると。興味ある。僕も興味ある。ありがとうございます。そうおっしゃっていただけると。じゃあ、お二方、上がったということで、ハンマープライスです。おめでとうございます。ありがとうございます。それぞれじゃあ、社長様、黒崎さん、どういうような展開とか、今何かお話し合いあれば。まあお話の流れで、その博物館とまあ飲食、まあそれでまあ店舗をこう、まあ作って、っていうイメージは湧くんですね。はい。で、僕自身もあのワイン好きなので、ありがとうございます。ただその不安なのが、そのデザートワインですか。うん。僕多分飲んだことないのかな。今飲んで、はい。正直美味しいと思わなかったんですよ。ああ、なるほど。だから、それの不安ですよね、はい。実際にその書いてることも面白いですし、まあ専門店としてやって、はい。まあそこにどんだけ集客集めるのかっていうまあ不安材料が多いんですけど、興味はある。まあ僕も多分このデザートワインに対して調べると、やっぱりちょっと厳しいなと思ったら、ごめんなさいってなるかもしれないんですけど、はい、僕もちょっと知らなかったもんなんで、はい、ただ僕はワインが好きなので度数が低いのと、あとこんだけ甘いのが、果たしてそんだけ需要があるのかっていう感じです。女性ファンが多いですね、やっぱり。うん、ワイン好きよりワイン嫌いな人の方が多いです。そうですね、なので、今までワインの業界に取られてない人を引っ張ってこれるんじゃないかなという部分ですね。スイーツ業界とかでお金落としてる人たちとかは。ということで、お二方と相談していただいて決めてください。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様ありがとうございます。現在、年収オークションに出演したい志願者、社長の皆様を大募集しています。LINE アットからご応募ください。お待ちしています。Are we living in a fake box? Are we living in a